9月13日の航空戦は、1973年9月13日に、シリア沖の地中海上空で発生した、イスラエル空軍と、シリア空軍の航空戦。シリア空軍ミグ -21 戦闘機編隊が、イスラエル空軍海 -4 戦闘機とミラージュ、3戦闘機の待ち伏せ攻撃を受け、13機が撃墜され、イスラエル空軍も1機が撃墜された。 第3次中東戦争後最大の航空戦となり、3週間後に勃発する第4次中東戦争の前哨戦に位置づけられる。シリア空軍を圧倒したイスラエル空軍は、自身の抑止力を過信する一員となった。1967年に勃発した第3次中東、戦争でイスラエルに敗北を喫したシリアは、ソビエト連邦の援助によって、軍の再建を進め、 1973年までの6年間でイスラエルを凌駕するまでに成長していた。1972年5月にソビエト連邦との安全保障協定が締結されると、1973年5月からミグ -21 戦闘機や 2K12 次装置、対空ミサイルを含む大量の武器供与が行われ、最新型の S-125 もソビエト連邦で、 教育を受けて帰国したシリア軍人によって運用段階に入っており、同年9月10日にエジプトのカイロで開催されたアラブ首脳会後、ご覧高原寄りの地域に正面5 0トル重心3 0トルの防空コンプレックスを展開した。イスラエル軍は1973年春季以降、航空偵察によって前線のシリア軍の行動把握をしており、 9月13日も4機の RF-4 偵察機が偵察任務のため地中海方向からシリア本土へ接近し、ホムス、ハマー、ラタキアなどの飛行場や施設の偵察を行っていた。シリア空軍のミグ -21 戦闘機がスクランブル発進すると RF-4 偵察機は反転し、低空飛行で地中海西方に離脱した。 離脱する RF-4 偵察機を支援するため、イスラエル空軍はシリア沖に戦闘機部隊を展開させており、ラタキア沖にイフタクスペクター率いる第107飛行隊のカ海 -4E 戦闘機、ベールート沖に第117飛行隊のミラージュ3戦闘機、ロッシュハニクラ沖に第101飛行隊のミラージュ3戦闘機が待機していた。 イスラエル空軍の海 -4E イスラエル空軍のミラージュ 3RF-4 偵察機を追跡するシリア空軍のミグ -21 戦闘機に対してラタキア沖で待ち構えていた海 -4E 戦闘機編隊が接敵しシュルモエゴジの海 -4E 戦闘機が空対空ミサイルでミグ -21 戦闘機1機を撃墜イフタクスペクターの海 -4E 戦闘機も ソラ対空ミサイル2発を発射し、2機のミグ -21 戦闘機を撃墜した。さらにロッシュハニクラオキのミラージュ3戦闘機4機も、ミグ -21 戦闘機を射程に捉えると、交戦を開始、イスラエルハバラフのミラージュ3戦闘機が、ソラ対空ミサイル2発を発射して1機撃墜、さらに 30mm 機関砲で1機撃墜した。アブラハムシャルモンのミラージュ3戦闘機も、 ソラ対空ミサイルで一気撃墜した。交戦中、ミラージュ3戦闘機一機が損傷して燃料漏れを起こしたため、イスラエル北部のラマトダビド空軍基地に着陸した。ベイルート機で待機中だった第117飛行隊のミラージュ3戦闘機四機は、北方から複数のシリア空軍機の接近が報告されると、編隊を分割し、イエフダコレントヨシシモ二機が迎撃に向かい、 八機のミグ -21 戦闘機と交戦した。撃墜機はなかったが、残念量が不足したことから、ミラージュ3戦闘機2機は南方へ離脱、基地への帰投コースを取った。しかし、ヨッシシモ2機がミグ -21 戦闘機からの攻撃を受けて、タルトゥース沖に墜落、ヨッシシモ2は緊急脱出した。ヨッシシモ2のミラージュ3戦闘機墜落後、 S-65 輸送ヘリコプターと護衛の海 -4E 戦闘機が現場海域に急行、迎撃のため飛来したミグ -21 戦闘機と交戦し、2機のミグ -21 戦闘機が海 -4E 戦闘機の空対空ミサイルで撃墜された。イスラエル空軍はシリア空軍機のさらなる飛来を考慮し、第69飛行隊の海 -4E 戦闘機6機を派遣した。 救助を待つ間、上空の海マイナス 4E 戦闘機編隊は、シリア軍の高速艇が接近するのを発見し、攻撃により撃沈した。ほどなくして到着した S-65 輸送ヘリコプターによって予し、下には救助され、さらに近くを漂流していたシリア空軍パイロットも、救助、捕虜とした。イスラエルは、この戦闘について、 工場的な懲戒飛行中のグル発的な衝突で、あると懸命、シリア軍のミグ機13機撃墜、我が方のミラージュ1機が撃墜されたと発表した。一方、シリアは、イスラエル軍機5機撃墜、我が方の損害発揮と発表している。また、ミグ -21 戦闘機では、イスラエル軍の海 -4E 戦闘機に対抗するのは、不十分として、 以前から要請していたミグマイナス -23 戦闘機の供与をソビエト連邦へ要求したほか9月13日の航空戦の際にソビエト連邦の軍事顧問団がシリア国内の地対空ミサイルの使用許可を与えなかったためシリア軍部の強い不満を買いロシア人のシリア国内旅行を制限するなどの報復措置が取られた9月20日にシリア軍は 1> 第1戦に1個戦車大隊を有する3個、不評志願のほか、第2戦に相当数の戦車などの戦闘車両を展開し、翌9月21日には、ダマスカス付近のシリア軍が前進して、第3戦の陣地戦に展開、スエズ運河方面でもエジプト軍が、スエズ運河寄りに展開した。9月26日、ゴラン高原のイスラエル軍陣地を視察したモーシェダヤン。 国防省とダビッド・エラザール参謀総長は、シリアが強行策に出た場合の予防措置として、前線への一歩旅団の追加配備決定と、障害設備の強化、残りの全陸軍正規部隊を警戒態勢に置くこととした。国境付近でのシリア軍の動きを、イスラエルは察知していたが、9月13日の航空戦を受け、イスラエル軍の攻撃を警戒して前線に部隊を、 集結させている防衛的なものと捉え、戦争の兆候とは全く考えていなかった。また、参謀本部情報部長、エリ・ゼイラ少将は、今回のエジプト・シリア両軍の前線上の部隊集結はおそらく演習によるもので戦争に発展する可能性は少ないと判定しており、エジプト・シリアが戦争を開始する条件は、エジプトがイスラエル中枢部を攻撃できる。 空軍力を保有した時期、特に中距離爆撃機を入手した時であり、かつエジプトシリア両軍が同時に攻撃できるという二つの条件下においてのみ可能であると評価していた。10月6日、早朝、エラザールはエジプトシリア両軍の戦闘開始意図を伝えられ、開始日は当日18時だった。8時にエラザールとダイアンがゴルダメイア首相を訪問して協議し、 予備役の招集は認められたが、対シリア先制空爆は、アメリカ合衆国の反感を買う可能性があるため、却下された。10時に動員令が発せられ、10万人の予備役兵の動員が開始されたが、14時にエジプトシリア領軍の攻撃により、第4次中東戦争が勃発、予期していた時間より約4時間早い攻撃であった。ありがとうございます。